ミスがあったのは12枚目？いや違う、15枚目で、表題と中身が一致してないはずはない。ってことはこれは何のミスなんだ。ページ数のフォント変えたのがまずかったな。350文字足りないってどういうことだよ。おはよう、起きたの？あのさ、悪いんだけど、俺今からちょっと大学に行かないとなんないんだ。この間出したレポートにミスがあったらしくて、さっき教授から連絡来たんだ。単位に響くレポートだから出さないとまずくてさ、今から行って直接訂正してくる。昼には戻ってくるからここでいい子にしててよ。いい？はい、花丸のお返事ありがとう。できるだけ早く帰ってくるからな。くれぐれも外に出るんじゃないよ。いいね。行っちゃったね。おはよう。君がトーマと話をしてたから顔出さなかったんだ。声かけるのが遅くなってごめんね。トーマって大学でどういう勉強してるんだろうね。ずいぶん忙しそうだけど。俺はできれば法曹界に行きたいと思ってる。狭きもんだけどさ、弁護士か検事かどっちが向いてるかな。お前は教育関係だろ。お前がうちの大学に来たら一緒の講義に出ることあるかな。ああ、何度経験しても慣れないなこの感覚。でもよかった。これでまた一つ思い出したね。トーマがうちの大学に来たらって言ってたから、君高3くらい？トーマは検事か弁護士志望なんだね。向いてると思うけど、想像すると微妙に怖いのはなんでだろう。ああ、めまいも落ち着いてきたね。よかったよかった。さて、そんじゃ今日はトーマの言う通りおとなしくしていたくないな。あのさ、今出歩くのは危険だってわかってるんだけど、君の家に行ってみない？君の家に行って今の状況をきちんと認識したい。どんなことされてるか、何が起きてるか。そうして犯人の手がかりや君がひどいことをされる理由を知りたいんだ。僕はもちろんだけど、君も自分自身でちゃんと知らないといけないよね。昨日みたいなことがないように、今日は僕が上下左右君の周囲を見張ってる。危険が全くないわけじゃないから、無理にとは言わないけど。ありがとう。怖いけど頑張ろうね。嫌がらせの犯人なんかに負けていられないもん。さて、それじゃあまず僕が行って確認してくるよ。現状を把握しないとね。ここから出ないで、できるだけマンションに近づきつつ隠れててね。ひどいよ。君見ない方がいい。郵便受けはまたあれ、墨汁かな、そういうので汚されてた。それと家のドアには貼り紙がびっしりされてて、その全部に君の誹謗中傷が書かれてたんだ。内容はこの間来てたメールみたいな単純なやつだったよ。バカとか別れろとか、シンプルなやつ。やっぱり別れろってあるのが気になるよね。だってそういうってことはトーマの関係者でしょ。トーマのストーカーって可能性も含めてね。
マの言う通り、あれじゃあまだ帰らない方がいいよ。もうしばらくトーマの家にいよう。お前、え、おとなしくしてろって言ってただろう。こんなとこで何してるんだ。うわ、トーマだ。見つかっちゃった。お前はもういい。とにかく来い。ちょっとトーマ、この子の手強く握りすぎ。これじゃ痛いよ。自分一人でフラフラで歩いて無事で済むと思ってんの？昨日は髪で済んだけど、次は刺されるかもしれないんだぞ。そんなことさせないよ。僕がちゃんとこの子の周囲を見張ってたもん。って言っても聞こえないし。ああもう。だいたいこの間言ったよな、出て行くときは声をかけろって。それもできないのか、お前は。それとも何、俺に黙って刺されるリスクを冒してでも行きたい場所があった？俺がどれだけ止めてもお前はここを出ていくんだ。俺が何を言ってもお前は俺より。1時間で落ち着くから、それまで話しかけないで。すごく怒らせちゃったね。トーマの言う通り、ずっと家に閉じこもってたらよかったのかな。だとしたらごめん、僕のせいだね。ん？ねえ、今出会ってから初めて君が僕の名前呼んだよ。ありがとう、すごく嬉しい。僕頑張るからね。君が幸せな未来へ行けるよう、今まで以上に精一杯手助けするから。お前、もう寝るよな。電気消すよ。じゃあ、おやすみ。それから、こっち来て。ったく、そこで素直に来られると許されてんだか、男扱いされてないんだか、判断に迷うよ。あのさ、一つ教えて。お前、俺のこと好き？そう。うん。ありがとう。すげえ嬉しい。本気で泣けるくらい嬉しいよ。でもお前のその気持ちは、本当はきっと俺じゃなくて、俺はさ、お前の泣き顔見たくないよ。悲しんでる顔も苦しんでる顔も嫌だ。お前には笑っていてほしいし、笑わせてやりたい。だからそのためなら、俺はたとえお前に憎まれてもいい。そう決めた。けど辛いな。本当は誰より優しくしてやりたいのに、それができない。どうしても俺には。お前、朝飯の飲み物は何がいい？コーヒー？紅茶？緑茶？
朝飯なんでもいいよな。てか毎朝適当に出してるけど、お前文句言わないし。不満があれば対応可能な範囲でなら改善するから言えよ。おっと、やばい、ポットが空だ。水足しとかないと。昨日のこと、王引いてないみたいだね。引いてないふりをしてくれてるんだろうけど。でも、あのさ、昨夜寝る時のトーマの態度なんだけど、僕ちょっと引っかかってるんだ。なんだか悲しそうだったよね。君を抱きしめてるのに、すごく寂しそうな顔してた。誰かに怒ってるんじゃなくて、どっちかっていうと自己嫌悪みたいな。はいよ、メッシ。ってまだ寝ぼけてんの、お前。すごいぼーっとしてる。とっとと食っちまってくれよ。俺まだレポートあるんだから。トーマの邪魔してもなんだし、話は後にしよう。それじゃ、いただきます。ねえ、ねえってば。おーい、もう夕方だよ。ずいぶん長いお昼寝だったね。昨夜眠れなかった？睡眠不足なのかな。で、ねえ、大丈夫？寝すぎて頭はっきりしないの？おはよう。飯食ったらいきなり寝たから驚いたよ。疲れてたの？すごく気持ちよさそうな寝顔だから起こさなかったけどさ。ね、君本当にずっと眠ってたんだよ。まあ、お前が寝ててくれたおかげで俺もレポートがはかどったし、眠り姫も悪くないけどね。つうか、昼飯すっ飛ばして寝てて腹減らないの？減らないか、動いてないもんな。でももう少ししたら夕飯だから、それまでちゃんと起きてろよ。はあ、お昼寝で一日が終わっちゃったね。何もできなかったな。済んだことは仕方ないから、また明日頑張ろうね。って言っても、今は不用意に動けないけど、トーマ怒らせそうで怖いし。とにかく、細かいことはまた明日。今日は諦めて休息に励もう。こんなに昼寝しちゃって、夜ちゃんと眠れればいいけど。おはよう。うわ、すっごい寝癖。あと顔に寝跡。うつ伏せで寝るからそうなるんじゃないの。鏡見てこいよ。おは、うん、僕も鏡見た方がいいと思うな。鏡見たからって寝跡は取れないけど。昨日君ったら、夕ご飯食べたらまた寝ちゃうんだもん。よくそんなに眠れるね。とにかくトーマが朝ごはんの支度してくれてるから、顔洗ってこようか。はい、どうぞ。コーヒーおかわりあるから。わーい、じゃあいただこうか。ん？ねえ、まだ寝ぼけてる？ねえ、どうしちゃったの？大丈夫？僕の声聞こえてる？目は覚めてる？ねえ。もう夕方の5時だよ。まだ眠いの？またずいぶん眠ったもんだね。もういいの？すっきりした？
お前、今日も朝飯の後寝ちまったんだよ。昼寝の癖でもついたのか？ほら、起きて。せっかく取れた寝癖がまたついてる。お、やっと目の焦点があったな。お前、もしかして自分家では毎日昼寝してたの？ここでは無理して起きてた？昼間眠いなら、いくらでも寝てていいからな。お前が目の届くところにいてくれた方が、俺も安心できるしね。いっそのこと、ずっと眠っててほしいくらいだよ。起きてると無茶ばかりするからな、このお姫様は。って言われてもさ、毎日朝から夕方まで寝てるわけにはいかないよ。これじゃ何にもできないもん。記憶の回復も、犯人探しも。この間までは普通に7時間睡眠だったのに、急にこんなに寝るなんて、君どうしちゃったの？で、起きて、ねえ。起きた？ねえ、大変だよ、僕の話を。ああ、ダメだ、まだぼーっとしてる。しっかりして、ねえってば。あれ？起きたの？あ、おはようさん。もう夕方の5時もあったよ。最近ほんと寝ぼすけだな。もうちょっとしたら飯だから、ちゃんと起きてろよ。聞いて、トーマが作るものを口にしたらダメだ。僕、さっき見ちゃったんだ。トーマは君のお茶に何かの薬を混ぜてた。あれって、もしかして睡眠薬じゃない？きっとトーマは、食事に睡眠薬を混ぜて、君をずっと眠らせてたんだ。君をこの家から決して出さないために。あれ、箸がない。スプーンでは代用不可か。ああ、ダメだ。考えてる時間ない。今はとにかく具合が悪いふりでも何でもして、食事を回避しないと。あれ、誰か来たかな？え？お前、いきなりどうしたの？いきなりっつったって、そっちが電話出なかったから直接来たんだろ。邪魔する。っておい、勝手に！シン！お前、なんでこいつがここにいるんだよ。あのさ、ここんとこ何日かずっと、こいつ家にいなかったよな。そのことで何か知らないかと思ってここに来たんだけど、これ、どういうこと？はぁ、もう、勝手に入り込んで。ここ、お前ん家じゃないんだよ。いいから答えろよ。これ、どういうことなわけ？ちょっとした事情があってね、俺ん家で保護してた。保護？そう、保護。危険回避だよ。ざけんな。俺にも黙ってどういうつもりだ。黙ってたのは悪かったけど、保護は本人の同意の上なんだけどな。だよね。嘘だ。そんなわけない。強引に連れてきたんじゃなきゃ、こいつがおとなしくお前の家にいるはずないよ。ひどいなあ。そう思う理由は？そんなん決まってるだろ。こいつ自身がトーマに会いたくないって言ってたからだ。へえ、そうなんだ。お前が無理やり連れてきたから、こいつはここにいる。違うか？さあ、それはどうかな。あのさ、お前のそういう態度、俺がムカつかないと思ってる。
思ってないよ。でも別にお前に腹を立てられても俺は気にしないってだけ。ああそう、相変わらず嫌なやつだな、トーマ。こいつの家にいたずらされてたのは俺も見た。ひどいな、あれ。だから自宅にいない方がいいってのは俺もわかる。でもだったら何もお前んちじゃなくてウィークリーマンションとか女友達の家とかいろいろあるだろ。なのにそうしなかったのはなんでだ。誰にも黙って自分の家にこいつを軟禁して。なんでだろうね。シンはどう思う。どうもこうもない。トーマ、お前は単にこいつを自分の手元に閉じ込めときたかっただけじゃねえのか。弁解はしない。そういう気持ちもあったからね。でも黙ってたのには理由がある。俺は今回の件に関して俺以外の人間を信用してない。シン、お前もね。だろうな、そういう性格だよお前。そういうことだから事情が分かったら帰ってくれないかな。正直な話、お前もこの場にいさせたくないんだ。それで俺が帰るよって言うと思ってんの。ユサ、何が最善かをお前が理解すればね。ちょっといい？シン、外に行こう。こいつには聞かせたくないんだ。こっちに来ないでね。来たら温和な解決方法を捨てて、シンを殴り倒して二人セットで監禁するよ。は、おい、冗談だろ。割と本気だよ。正午以来殴り合いしてないけど、どっちが勝つかやってみるのも面白いかもね。ち、話くらい聞いてやるよ。ほら、行くぞ。行っちゃった。廊下で話してるのかな。ねえ、二人の話、盗み聞きとかできないかな。聞いてるのがバレたらまずいか。どうしよう。ねえ、二人が戻ってこないうちにできることって何かない？うん、そもそも君はこの状況をどう思ってるの？逃げたい？逃げなくてもいい？僕はトーマを信用してたけど、今はもう違う。トーマは怖い。でも、君がそれでもトーマを好きなら、今の君がトーマを信じていたいなら、僕はその気持ちに従いたい。だって君の人生だから。記憶を取り戻した後、一人で生きていかなきゃいけないのは君だからね。だからさ、二人が戻ってきちゃった。シンは理解してくれたよ。え？納得は全然してねえけどな。今日のところは納得してくれなくても、おとなしく帰ってくれたらそれでいいよ。そういうわけだから当面現状維持でいくよ。いいね。いいねじゃないだろ。できるだけ近いうちにこいつをここから出すからな。そのために俺も。シン、お前は何もしないでくれる？この件は俺に一任して。なんでだよ。言ったろ、俺は誰も信用してない。それだけの話だよ。てめえトーマ、怒るのは一人になってからにしてくんないかな。ここで怒鳴り合いして何かいいことある？俺はね、こいつを守ることだけを最優先に考えてる。他のことはどうでもいいんだよ。お前もそれ以外の人間もね。んだよそれ。それじゃこいつにどう思われるかもどうでもいいってこと。そうだよ、究極的にはね。ほとんど呪いだな。俺もそう思うよ。じゃあね、シン、帰り道に気をつけて。
今日のところは帰るけど、何かあったらすぐに俺に連絡しろよ。トーマは俺を信用できないって言ったけど、それはこっちだって同じだ。お前をトーマに任せっきりにしたくない。トーマはお前の恋人でも何でもないんだから。え？今なんて？じゃあな。今の聞いちゃったよな。さて、どういうことにしようかな。シーンを口止めしとけばよかったな。失敗した。俺は嘘をついてると思う？お前が何もわからないのを利用してお前を騙して彼氏のふりをしてたって。君の記憶が戻ってないことに気づいてたの？あ、そうだ。お前の家の嫌がらせも全部俺の自作自演かもね。そうやってお前を追い詰めてこの部屋に監禁してたんだね。俺が怖い？へえ、意外だな。でも怖がった方がいいよ。俺みたいな男は危険だからね。それに怖がられて憎まれてた方がまだ気が楽だ。お前に嫌われたくないって思う俺自身が俺にとっては最大の敵だから。たく、思いがけず邪魔が入ったな。うまくいくと思ったのに、願った通りにはならないね。何にせよ、俺はお前をここから出す気はない。抵抗しても無駄だよ。トーマ？あ、何？何か飲まされたの？ごめんな。俺はさ、何もかも遅かったのかな。それとも我慢しすぎたのかな。お前を泣かせたくないだけなのに、たった一つのその願いすら